これが僕の部屋です。寮の部屋は、ずっと二人部屋だったんですけど、一人部屋になって、ちょっと新鮮な気持ちです。自分は結構整理整頓する方なんで、そこには自信持ってます。基本、あんまり物は少なめで、前の寮でもやってたんで、高校の寮でもやってたんで、やっぱ綺麗なっていう印象がありました。あと設備も整ってて、練習にが打ち込めるような環境だなっていう感じました。こだわりはグローブですね。まああんまりその高校時代はグローブにあんまこだわりっていうのはなかったんですけど、ちょっとプロ野球になって、まあいろいろアレンジができるっていうことで、このウェブに鬼のような鬼のような、はい、気持ちになるっていう意味を込めてと、あと刺繍もそうなんですけど、神戸生まれ育ったっていう神戸マークを入れて、そういう感謝の気持ちを忘れずっていう意味を込めて作ったグローブです。まずは怪我なく、しっかり体から作って、すぐいいキャンプにいいスタート切れるように頑張っていきたいなと思います。